もも、ありがとうございます。こんばんは。たこ、ありがとうございます。こんばんは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 。バラ、ありがとうございます。こんばんは。今日は別に特に、今日はっていうか、今日もっていうか、大きな情報はないんですけど。こんばんは。もうね、なんかね、やることがいっぱい、なんかやることの種類は多くないんですけど、もう今エモい気持ちどころじゃない。青いや、ありがたいんですけどね、めちゃめちゃありがたいことなんですけど。そう、さっきだから、もう私ね、ピアノできなくなったらママにすぐ電話するんですよ。でも今日2回もママ出てくれなくて、でさっきママに電話したら、なんかママもバタバタしてたらしくって、もう青が切っちゃって。ハート、ありがとうございます。違うの、なんかあんま言ったら怒られそうだから言わないけどさ。ハート、ありがとうございます。もうありがめちゃめちゃありがたいんですよ、本当にありがたいことなんだけど。そう、なんかね、やるのが増えてね、どんどんね。そうそうそう、まあなんかいろいろ思いつつ、でもやんないとピアノってやってないのバレちゃうよなって思いながらやってます。誰もありがとうございますってやりながら、あってなって、結構ね、そう、大変です。こんばんは。学生生活は全然なんですよ、全然忙しくないです。テスト終わったし、もう終業式待つだけみたいな。タコさん、ありがとうございます。そうだから、もう珍しくピアノに追い込まれてるし、へえって感じ。ちょっとあんまり言いすぎると良くないから言わないけど、こんばんは。ハート、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。だから頑張ってます。ゆめちゃんと同じ、あ、じゃあ今日誕生日ですね、おめでとうございます。ハッピーバースデー。なんかね、昨日ね12時にちょうど起きてて、で、あれよ、夢に LINE したの。そしたら一番だったらしいの。なんかさ、申し訳なくなっちゃった。きっと夢たんってもっと大切なさ、ゆな子とかさいるのかもしれないのにさ、私がさ一番取っちゃうなんてって思って。こんばんは。その分しゅ、なんかちょっとあんま期待しないでください。あ、本当にピアノに期待されるのあんま好きじゃないんですよ。こんばんは。めっちゃただの青のわがままだけど。ハート、ありがとうございます。
最近日付変わる、え、それはどういうこと？例えば青だったら8月10日の23時59分とかってことですか？こんばんは。そう、でもまあ楽しみにしといてって青も言うしかないけど、なんか本当に私ピアノに期待されるのちょっとそんな大したあれでもないし。こんばんは。そうなの、なんかもっと分かってほしいな、青は大人の人にだってさ、分かってくれないんだもん。やばい、泣きそう。ダメだ、配信で大人のことを思って泣くのは。だから、あ、見守っててください。それが一番いい。見守っててください。うん、それでお願いします。ダメだ、なんかもう涙出そう、本当にやだ。もうやだなんて言っちゃった。嫌じゃない。こんばんは。もうなんかもう今画面が見えない。もう私今家の中で一人でいる気分で配信してるなんて思う。よくないよくない。配信してます。ピアノ左手全く動かず断念した。きっといつか動くようになりますよ。まあ難しいよね、なんか。でもピアノやってても左手と右手同じになっちゃうことたまにあるもん。8年やってても。しかもなんかさ、なんかすごいめっちゃ愚痴吐いてるみたいなテンションで、そういうことじゃないんだけど、難しい。なんか弾き語りって本当に難しくて、なんかすごいさ、なんだろう、音楽聴いて曲聴いてさ、なんか裏でこの音聞こえるなって思ってさ、あ、ここピアノで弾ける音だと思って探すじゃないですか。で探してちゃんと譜面も起こすんだけど、それを弾き語りで歌いながらやるってなると本当にできなくなって。ハートありがとうございます。それってさ、どうしたらいいんでしょうね。でもなんかそのやり方が合ってるのかもわかんないし、本当にもうクラシックしか弾いてこなかったから、もうこれはなんて言うんだろう、今やってるピアノの弾き方に関して合ってんだか合ってないかわかんない状態でやってるんですよ。だからもうみんながちゃんと、何、みんなのさ、なんだろうな、なんて言ってしたんだっけ。そうだから、それを人に聞かせるのが正解なのか正解じゃないのかみたいな。難しい、マジで難しい。しかもそれ聞いても正解分かる人がいないから、もう自分の中でよしっていくしかないんですよ。もうそれがもうって思っちゃう。こんばんは。あ、これは愚痴じゃないんですよ。これは愚痴じゃないんですけど、ただもうピアノができなくて思うってなってるだけ。ありがとうございます。すっごくありがたいんですよ、めちゃめちゃ。そうやって楽器 NGT の中に楽器でこうやってやってくださるのは嬉しいし、ありがたいし、ありがたいんですけど、本当にもう青は心が弱っち弱っちなので。ハートありがとうございます。たくさんありがとうございます。だからもう頑張ってなんとかもう乗り切るしかないんです。分かんなくても
ってありがとうございますっていう感じで、さっきもう2時間ぐらい、もう2時間でそんなこともないか、もうずっとピアノ弾いてて、でもピアノってもうずっと弾いてても分かんなくなるんですよ。ちょっと1日経ってからなんか弾けるようになった。だから本当にね、なんかどうにかなることじゃないの。こんばんは。でもやっぱりさ、きっとどうにかしなきゃいけないから、絶対お客さんがいる分には。だからきっとなんか自分の本能がどうにかせるとは思うんですけど。こんばんは。なんか楽譜っていう楽譜もないから、その全部今コード譜でやってるんですよ。まあそれは全然大丈夫なんですけど、大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、コード譜で楽なところもあるんだけど、コード譜ってやっぱメロディーが書いてないから、メロディーは自分で起こさなきゃいけないんですよ、譜を。起こさなきゃいけないから大変。え、あおちゃん高3なの？4月から高3になります。本当に もうコード譜全く読めない時に比べたらさ、だいぶ成長した。コード譜読めるようになっただけだけどさ。こんばんは。と思うけどさ、劇場もうね、劇場にキーボードも置いてあるんです。一回青が持ってって、あ、担いでね、タクシーで持ってって、もうずっと置いてある。こんばんは。古舘の私物って紙貼られてた。こんばんは。だからなんか結構さ、ピアノに関してなんかこうやって弾きたいけどできないみたいな、だから多少妥協しちゃうとこも出てきちゃうんですよ。それがめっちゃ嫌だ。こんばんは。大人っぽくなりましたねって言われるとき、いや、え、全然です、言ってください、どんどん逆に。かわいい、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。傘また忘れた。でも家に傘あるから大丈夫です。こんばんは。大人っぽく見えるとこもありますね。あら、嬉しい。でも結局青ってどうせ子供なんですよ。だから、あ、もう今日そういうモードに入っちゃった。よくないよくない、この前までめっちゃポジティブだったのに。でもね、最近雨降ってないの、新潟。めっちゃ珍しくない？ちょっと前までさ、毎日傘持ち歩いてたのにさ。こんばんは。って考えると、そんな結構晴れっていうか、まあ、曇りっていうか。でも新潟の人ってね、曇ってても晴れっていうの、あの常に雨が多すぎてみたいな。でもその感覚すっごいわかるって思って、はっ、今日晴れてるって思っちゃうもん、曇りだと。そ
そうでもさ今日ねまだ結構寒かったんですよ。でもなんか歩いてる人たちみんな薄着なの、絶対寒いじゃんと思って。こんばんは。寒かったよね。朝も寒いよね。お昼くらいがねちょっと暖かかったけど、夕方とか普通に寒い。でもさ最近日伸びましたよね。だるまありがとうございます。こんばんは。晴れ、雨、雪しか許しません。でも青なんか結局めっちゃ風強くなかったら何でもいいって思い始めちゃった。相当雨強くなければ。風強いのが一番嫌いです。風強いとヒーってなっちゃう。タコありがとうございます。なんなら週末雪降るらしいよ。マジ？もう雪ないじゃんと思ってたのに。半袖短パン。まだ風邪ひくから長袖はせめて着な。晴れた日に安らぎていいね。暑くなく春とか秋くらいに。ヘアスタイル。それもある。でも私すごいそう全然風に耐えられない髪の毛なんです。こんばんは。子供じゃないけど大人未満の葵ちゃんと久しぶりに配信見ると少しずつ成長してるの。本当ですか？じゃあこれも毎日配信の醍醐味ですね。自分じゃ本当わかんないんですよ。こんばんは。本当わかんないのよ。なんか、うん、本当にわかんないね。でもね、なんかね、これくらいまだ髪の毛切りたいって思っちゃった。あ、もうさ、すぐ毛変わっちゃうんだから。なんかこれくらいのでもさ、こんなこれくらい髪の毛だと染めた方が多分いいんだろうな。でも染められないからな。髪の毛切りたい。3月中には絶対切る。こんばんは。あ、そんな切らないよ。これくらい。こんばんは。日向先輩だから、日向先輩にはなんかなんだっけ、なんて言ったんだっけ、あの挨拶が大人にな、大人ぶってるって言われた。こんばんは。でもね、ギリギリ肩につかないぐらいまでとかにしたいなとも思うんですけど、多分それはきっとあのね、なんかいい感じな茶色になったら、ちょっと明るめの茶色とかだったらすごい可愛いなって、青がその長さで可愛いなって思うのが、そのちょっと染めてたりしてる人なのね。だけど青今染められないから、しかも結構地毛が黒いから多分あんまあれなんだなって思って。ってことはこの地毛の色ってなんかってなるときっとあんまり短くしない方がいいのかなみたいな。毛先だけ、うん、本当に私染めない。高校生色絵だわ。染めれない。伸ばさないよ。あ、多分今が一番長いと思ってる。あの許容範囲って感じ。こんばんは。
シャーベットピンクの MV の時はあれはマジで長すぎた本当に今が一番許容範囲の長さ。春休みだけ染めてみない？だって戻すのめんどくさいし、多分高校生メンバーはできるだけ黒髪でいてほしいって思われてると思うの。だけどひのちゃんのね、ひのちゃんのあの髪の毛の長さであんなに綺麗なのは本当にひのちゃんの髪質が素晴らしすぎるからなんですよ。私のそんなめちゃめちゃツルツルでもないな、まあ色したらまあまあまあかなみたいな青みたいな髪質がひのちゃんみたいに伸ばしたらシャーってなっちゃうんですってこんばんは。あとあれくらいのひのの長さにして青はちゃんとあのドライヤーを最後まで乾かしきる気力がないと思いますこんばんは。だって今でもドライヤー大変なんだよ。ヒナだから本当にすごいな、生まれ持った髪の毛の質素晴らしい。枝毛あるよいっぱい、なんかすごいシャワシャワ枝毛あるよ。でもなんかアイロン変えるだけでも髪の毛ってすごい変わるって思った。なんかねちょっと前まで変えてたんだアイロン、ん？最近結構昔に使ってたアイロンをまた使い出したらあんまり髪の毛が良くなくなっちゃって、すごいだから最近のやつ1年半年1年前とか忘れちゃったけど、ちょっと良さげなアイロンにまた戻してる。ヘアオイルでも私もあんましてないんですよねでもドライヤーする前はオイル塗った方がいいって聞いて気が向いたら塗ってます。こんばんは。いいねありがとうございます。ということで明日の夜ご飯を発表したいと思います。いきますねじゃあね、サラありがとうございます。こんばんは。どうしようかな、アボカドでしょ。じゃあの夜ご飯はじゃか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 じゃん、レタスです。ハートありがとうございます。最近レタスをよく食べます。レタスです。キャベツの千切りが食べられないのでレタスを食べて、ああ今サラダ食べてるって感覚にさせてます。あ、感覚っていうかそうなんですけど、レタスが好きということで、明日の配信時間は夜の20時から配信します。もしかしたら 10% ぐらい間に合わないかするかもしれない、 5% くらいかな、多分 9.5 割くらいもっとある間に合うと思います。はい、ということでスクショタイム。
ありがとうございます。取れました。見てこれね、ハンガーの跡。ちょっとちゃんとしよう。はい、ということで今日のランキング読みます。いきます。13位、オメガモンさん、ありがとうございます。12位、くすんだ猫さん、ありがとうございます。11位、にしさん、ありがとうございます。10位、あべちさん、ありがとうございます。9位、さんちゃんだよさん、ありがとうございます。8位、なおにゃんさん、ありがとうございます。7位、きんどうさん、ありがとうございます。6位、MS さん、ありがとうございます。5位、ポンポンさん、ありがとうございます。ランキングが変わりました。13位、山野さん、ありがとうございます。12位、にしさん、ありがとうございます。11位、さんちゃんだよさん、ありがとうございます。10位、新潟かずさん、ありがとうございます。9位、金堂さん、ありがとうございます。8位、あべっちさん、ありがとうございます。7位、MS さん、ありがとうございます。6位、抜け殻さん、ありがとうございます。5位、ポンポンさん、ありがとうございます。4位、なおにゃんさん、ありがとうございます。3位、けんけんさん、ありがとうございます。2位、おじゃさん、ありがとうございます。1位、よっくんさん、ありがとうございます。皆様、今日もありがとうございました。短かったけど。それではまた明日ね。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。